さっき言ってはったみたいに、九死火星の人です。で、4つの星があって、それが9955っていう4つの星なんですけど、面白いのはみんなそれぞれ4つとも全然違う人もいれば、同じ数字の人もいるんですけど、面白いのは子供の時と大人の時は全く同じなんですよ。本来その自分が持ってるキャラクターが九紫火星で、で五黄土星っていう方角を見てるっていうのが子供の時と大人の時と一致してるから、普通ね17歳をめどにして入れ替わっていくんですよ。で私とかって言ったら、1っていうので、だから大人になって、子供の時は11だから一泊水星で、大人になってから五黄土星で九紫火星の方向を見てるっていうのになるんですけど、ということは、子供の時水で大人の時が土っていう違うキャラクターを持ってるんですよ。でどっちもだから火で、で、同じ五黄土星の方角を見てるっていうのは全然子供の時から一貫してるんですよ。一貫してる人って迷いがだからあんまないんですよ。普通ね、この違いがあるとここのギャップで苦しむんですよ。で大体17歳の時ってこうちょっといろんな事件を起こしたり、こう思春期の多感な時期ってあるじゃないですか。でそれがなんで起こるかって言ったら、自分の内面にギャップがあって、自分がまあ大人に変わっていく時に、その今までの自分と何か違う自分が芽生えてきていて、でその自分の変化にすごい戸惑いがあって、それをうまくこうギャップがなくいける星回りであればいいんだけれども、全然違うかって、例えば火と水とかだったらお互いを消し合ったりとかしてすごいしんどくなってきたりするんですね。でそれがなくてすごい一致してるから、多分子どもの時から大人の時までずっと一貫した生き方なんです。だからそこにはだから迷いはあんまりない。だから他の人には迷いがあった分ちょっと止まったりするけれども、サルダの場合は迷いなくいけるタイプで、ただ一つ言えるのは9と5しかないから、他の水の人であったり木の人であったり金の人の交わるところがないっていうか、理解するところがないから、他の人の気持ちを理解することはちょっと難しい。だけど自分っていうのはすごくしっかりと確立してる人、他の人に比べた。でプラス、もともと生まれつき弱い臓器は小腸と膀胱と腎臓なんですね。でこれでちょっと気をつけてほしいなと思うところは、膀胱と腎臓のところっていうのが感情で言うと恐れなんですね。恐れとか恐怖とかに当たるので、何か自分が行動を起こそうとするときに、もし自分の体が弱ってたら、この感情を自分でどうコントロールできるかによって前に進めるか進めないかなんですね。でここが弱ってると、何かあるたびに恐れが出てくるから止まってしまう。であと小腸は感情で言うと笑いとか喜びなんですけどね。だからそういうのをうまく、なんていうのかな、なんかね、笑いすぎたら疲れるとか、喜ぶことばっかり続いたらなんかお祭り騒ぎの後ってしんどくなったりしません？そんな感じで、小腸がもともと弱ってる状態だったら、その疲れがやっぱりこうなんかお祭り騒ぎの後の疲れみたいなのがこう出やすくなったりとかするので、なんかすごい浮き沈みが激しい状態になるんで、ちょっとそこが出てるときは、まあ、小腸だ、じゃあどうやってきれいにするかって言ったら、1日1回お味噌を取ってもらったりして腸内の環境を整えてほしいんですよ。発酵食品とかを取ってもらうことがすごく大事で、でお腹の中の、さっきも食べ合わせの話もしてましたけど、腸内環境が整ってたらね、ちょっとやそっといろんな、例えばお肉とか食べても全然問題ないんですけど、今って、ほとんどのものに添加物とか防腐剤が入ってるじゃないですか。それって言ったら菌を殺そうとするものなんですよね。だから腸内で菌が育つことをすごく阻んでるから、だからやっぱりどんどん新しく発酵食品とか入れていかないと菌がなかなか育たないから整わないんですよ、腸の中の環境が。
だからお味噌にも種類があるんですけど、米味噌とか麦味噌とか分かれてると思うんですけど、合うのは、米味噌をなんか普通の味噌です。米味噌を毎日本当に少しずつでも何かに入れてもらう、お味噌汁に入れてもらうとかでもいいし、なんか炒める時にお味噌で炒めるとかもいいし、でなんか英会話の先生で旦那さんが外国人だからお味噌汁を家で作れないっていう人がいて、でその人は小さじ1杯のお味噌をちょっと朝お湯で溶いてもらって、それだけで飲んでもらったりとかもしてたんですよ。取る場面がないからっていうから、お味噌を使う場面がないっていうから、うん、でもそれぐらい実は本当に生きてる麹菌って言われるものが入っていて、日本人に一番合う菌なんですよ、麹菌って。でヨーグルトとかああいうのってこうみんなすごくいいように言うんだけれども、実は日本のもともとの土着的菌じゃないから、日本人になかなか合わないし定着しづらいんですよ。だからもともとある例えばぬか漬けであったりだとか納豆だとか、そういうもともと日本にある菌の方が定着しやすくって無理がないんですよ。腸内細菌のバランスが取りやすいので、できるだけそういう細菌を育てれるような発酵食品を取ってほしい。でやっぱり添加物とかがまあ避けがたいから、今はそういうものをよく噛んでた食べてもらう、でよく噛むことは全部によく噛む。でこれはなんか唾液を出してほしいんですよ。唾液を出すことによって腸内の環境がすごく整うので、で今ってドライマウスとかも多いぐらい実は結構唾液が出てない人が多いので、でそれによってやっぱり病気もすごく多いので、唾液がよく出るようにしてほしい。であと膀胱とか腎臓にいいのが黒いものがよくって、で自分でご飯炊きますよ、あんまり炊かないんで。じゃあ穀物は普通にもうただちょっと例えばお米の胚芽米とかちょっとこうぬかがついてるような、そういうお米を食べるとか、ルーズキ米とかね食べるとか、あとはお豆さん、豆類がこの腎臓膀胱にいって豆類をしっかり取ってもらったらいいと思います。で、あとここにすごく重要なのが塩なんですね。で、お塩ってなんか食卓塩が今すごく多いんですけれども、食卓塩ってとても不自然な形で作られてて、でも実はこの腎臓と膀胱にとって塩分ってものすごい大事なんですね。なので塩のね、にがりが入ってるいわゆる海水塩って言われるもの、最近は手に入るんですけど、昔はねもう食塩しかなかったんですよね。海水塩ちょっと調味料これに変えるだけでもだいぶここには良いので、それに変えてもらったらいいと思う。であとお醤油とか、お醤油も実は発酵食品なんですよね。だから何か添加物が入ってないようにお醤油とかに変えてもらうだけでもだいぶ変わります。これも豆製品の一つです、醤油は。お豆さん大豆で作るから、で、そうですね、九死火星の人は、じゃあ今年はなんですけど、去年ってね、なんかいろんな始めたことってあります？去年で始めたこと。ラジオ。あ、ラジオですね。で去年ってなんかいろんなこうチャンスが巡ってくる年だったんですよね。で去年にいろんな巡ってきたことを
今年さらに発展させる年になるんですよ。だから去年起きてきたことの中で自分がこれって思うものを本当に伸ばしてほしいんです。で、自分が運気を上げたかったら今年は動いてほしいんですよ。動くことがすごく大事なんですね。で、なんかまあ体操に言ったら旅行とか引っ越しとか結婚とかもそうなんですけど、動きがあることが今年にはすごくよくって、で、小さいことで言えば例えば通勤の経路を道を変えるとかでもいいんですよ。とにかく動きを変えてもらいたい。新しい風を吹き込むっていうのがすごく今年にとって必要なことなので、それを心がけてほしい。動き、小さなことで言えば、で、旅行とかも本当にいいです。引っ越しとかも、結婚とかも、いつかも。まあそんな風にすごい新しい動きを入れるのは今年はすごい良い年で、何かこう自分の中でこれを発展させたいなって思うのものに注力してほしいんですよ。今年は分散するよりは何かをこう伸ばすっていう風にしてもらった方がいいので、だからラジオやったらそのラジオにちょっと集中してみるとか、でそれに風を吹き込むっていう意味では今までと違う方法を取り入れるとか、違う人と会ってみるとか、違う場所に行って誰かに出会うとかっていう新しい風を呼び込むような行動を取ってほしいです。動かない方がいい年もあれば、動きを取り入れた方がいい年もある。で、九紫火星の人はもともと動きが割とできやすいタイプの人なので、どんどん動いてもらう方が運気が上がります。止まってるより、そうそう、旅行とか、転居とか、まあ、それは去年しはったのね。まあ、こんな風な動きを入れる。今回胃腸が悪かったんでしたっけ？なんか胃腸炎になったって言いましたね。だから温めることがすごい大事 でもしね、まあ、ちょっと手間がかかるんですけど、自分でもしできるんだったら、こんにゃくシップっていうのをしてもらうといいと思います。聞いたことあります、ね、なんかネットで調べたら出てくるんですけどね、普通にこんにゃくをお湯で、まあ、10分ぐらい煮てもらうんですよ。そのまま四角いまま、めっちゃアチアチになるんですけどね。でそれをタオルでぐるぐるにくるんでもらって、でそれを、まあ、表の面で言うと肝臓と丹田のところをまず2箇所2枚温めるんです。で両方に当てて、でそれが終わったら今度もう一回ちょっと温め直してもらって、アチアチのまたタオルにくるんでもらって、で今度背中にするんですけど、腎臓ってちょうどこの後ろにあるんですけど、この低音一番細いところにあったこのちょうど横をスライドしてもらったところが腎臓なんで、でそこに2枚を置いてもらったら直接当たるんで、そこで温めてもらうと、こんにゃくってすごい吸着してくれる作用があるので、体の毒素を取り出してくれるんですよ。でそれやるときに気をつけてほしいのは、お腹が空腹な状態ですることで、まあちょっとやけどだけ気をつけてもらって、ぐるぐるにしてもらって、で本当はなんかまあちょっと都会で手に入れること難しいけど、うちは お父さんとかに頼んで、なんかどっかで生えてるビワの木の葉っぱを取ってきてもらって、ビワの葉っぱ実はネットでも売ってるのは売ってるんですけどね、すごい何十枚とかで来るからそんなにいらんやんって感じなんですけど、まあ、冷凍も効くから、まあ、持っててもいいかなと思うけど、その葉っぱのグリーンの方を表の面を自分の体につけて、その上にこんにゃくを置くんですよ。だからね、びっくりするぐらいね、悪いところがあったら真っ黒になるんですよ。で全然健康なところではグリーンのままですよ。ただ暑さで色が変わるんじゃないんですよ。吸収してる、うん、
もし、まあ、部屋の方があればそれはあのすごくいいけど、なかったらあれですけどね、こんにゃくだけで、うん、でこんにゃく自体がすごい温めて浸透させてくれて吸着する作用があるので、ちょっともし本当にここが今弱ってる時があったのだとしたら、それをしてもらって、で腎臓ってね、血圧をすごい安定させてくれる臓器なんですね。だからこの塩のあれを変えるだけで血圧を調整してくれるんですね。でその頭痛いって言ってたじゃないですか。でそれってね、結局ね、今梅雨時期になると低血圧っていうかね、低気圧になるから圧力が下がるっていうことは、頭の中が、膨張してる状態になるから余計に頭痛いんですよね。だからちょっとなんか甘いものとかコーヒーとかって血管を広げてしまうので、だからちょっともし頭痛い時はそういう甘いものとかコーヒーとかは避けてほしいんですよ。真逆のことしてます。余計に痛くなる、うん、もう余計にかけかふらで炎症がひどくなるんで、その時はまあ消食にしてもらってゆっくりすることの方が、うん、で、まあ、いつも常にここは温める。私夏でもシルク の腹巻きとかやってた時期ありました。シルクですごい温めてくれるの で今すごい薄いやつがネットとかで売ってるんですよ。外目には全然響かないけど、ちゃんと温めてくれて、エアコンが入ってる時期って反対に一番冷えるんですよ。なんか足首と、なんかサンダル履きたいけど、でもやっぱりそこはねちょっと我慢の子っていうか、冷える時はちょっとなんか外に出ない時だけでグウォーマーするとかって言って、足首の周りってあの腎臓の経絡があの通ってるところなので、うん、足の後ろ側こうずっと腎臓と膀胱の経絡が通ってるので、うん、すごい繋がってきました。足首すごくよく噛んでて噛みますよね、うん、あとね、あのね、甘いもの食べるんだったら小豆の入ったスイーツ、小豆ってあの無駄な水分とかを出してくれるんですよ。で昔ってなんか1日餅って赤福とかでも売ってたりするんですけど、1日と15日に小豆を取る習慣が昔はあって、それはちゃんとこう出すようにできてたんですよ、うん、水分を調節するように。だからここが弱い人はなんかケーキとか食べるんじゃなくて、ちょっとあんこにしてほしい、うん、うん、本当はね、うん、なんだけど、うん、ね、あとはまあね、まあ、自分であまりお料理しなかったあれだけど、小豆かぼちゃっていうのがあって、あとじゃあちょっとあのそれだけあの作り方レシピなんかあの メッセージしときます。でそれ作り置いてあの冷蔵庫に入れてたら、まあ、3、4日持つので、ちょっとずつ食べたらすごいあの甘みもあって、なおかつあの利尿もしてくれるので、ここが悪い人にとってはいいと思うので、うん、なんかその占いとかだとあの実際なんかこんな人に会うよとかね、なんかあなたはあの理想の人にいつ会いますとかって言うけど、なんかそんな私一切見ないんですよ。じゃなくて今の自分をどうするかで整ったら、自然といろんなものが入ってくるんですよ、チャンスが。自分の波動自体が整ってくるから、自分が出してる波動と引き合う人しか合わなくなるんですよ、うん、だから自分をどう扱うかが人からどう扱われるかとリンクしてるから、だから自分を本当に大切にするっていう意味で食事っていうのはすごい大事だなと思うけど、なんか それで自分を傷つけるんだったら意味ないんですよ。しんどい思いだけさせて、私こんな守ってるのになんかうまくいかないとかじゃなくって、これ食べてるからいいんでしょう。じゃあね、扱うのが
っていうのがどんなイメージなの？あと自分大切にしてあげる、うん、なんか私が未来こうなっているために今私をどういうところに置いてあげるか、どんなところに住んで、どんな服を着せて、どんなものを食べさせてあげたいって。じゃあなんか石村さんがすごい好きな人がいました、じゃあ好きな人をお家に呼びますって言ったら家の中片付けるじゃないですか。でそれはすごい好きな人にそういうところに招き入れたい。なんか例えばじゃあすごいアイドル、めっちゃ大好きなアイドルが家に来るとしたらめっちゃ家綺麗にするでしょ。その人にふさわしいところに招き入れません？それと同じように自分もふさわしいところに置いてあげるという意味なんですよね。だから環境もそうだし、食べ物、じゃあどんなものを食べさせてあげます、そのアイドルに。でその人がね喜ぶもんだったり、その人にもし体にいいものであったらそれを食べさせてあげたいです。でそのアイドルを自分に置き換えてほしいんですよ。どうしてあげるその人っていう。だから、うん、別にお肉でもいいんですよ別に。だからそれこそ開けてたトップアスリートだったら瞬発力がいるから、そういう人にはやっぱりすごい飛び切りのいいお肉をとかって思いますよね。何かがいけない、何かがいいとかっていうのはもう全くないんですよ。なんか肉食べたらいけないとか、これ食べないといけないとか全然なくて、自分がどうしたい、じゃあどう、何食べるっていう、じゃあ今日はなんかその収録があるから今日はあのすごいすっきりした気持ちにしときたいなと思ったらあっさりしたものにしようかなとか、そんなんでもいいんですよ。今日はもうがっつり満足感を得たいからとか、体を緩めたいから甘いものが食べたいとか、アルコールを飲みたいとかっていうのも全部自分がどうなりたいかっていうことをちゃんと念頭に入れてその選択をしてあげたらいいと思うんですよ。なんか流されてそのままって言ったら、結局なんか自分の体はしんどくはなっているけれども、なんだなんか自分の求めてる状態にはならへんまんまになってしまう。もったいないです、うん。だからなんかどうしてもマクロビオティックって今って病気治しのイメージだったり、なんか厳格なそのちょっとビーガン的な宗教的な感じに取られたりとかするけれども、それは全然なくって、何でもいいんですよ、何食べてもよくって。その代わりに自分の軸がないと選べないんですよ。食べたいものがわからなくって、なんか人の情報であれいいらしいよ、これいいらしいよとかっていうので食べるんじゃなくて、じゃああなたは何食べたいのって、じゃあ私は今日はなんかちょっと膀胱炎になったから、じゃあどうしようかなって、温めるもの、利尿作用があるものとかっていうのを選ぶ。なんか自分の体と会話して、そうそうそう、そんな感じです。そうですそうです、そんな感じです。うんうんうん、そんな感じです。思ってたけど、本当に大切なんだと思わされました。自分はそうやって扱わなかったら自分の欲しい未来もやってこなくて、ここでいいよね、あんたそこおりやみたいな感じになるっていうか、うん、やっぱりこうマドンナだって自分の体を作るためにあの動物性のものはやめていたけれども、ちゃんと自分の体を作るためのものをちゃんと真由美さんは作ってたし、大変なことですよね、知恵を絞れば、でもなんか何を食べるっていうよりは本当に自分をどう扱ってあげるかっていう、自分と仲良くなって自分を知って、じゃあどうしてあげたい自分をっていう感じ。だから見落としがちに、本当私たちの体、食べたものが、ね、出来上がってこの体に出来上がってるんで、原料を何するかっていうことも、まあ、もちろん大事、
で毎日自分に言ってる言葉も大事で、自分に何て言ってるか、あ自分はダメだって言って生きてるのか、じゃあ意外とできるよね私って言ってるのかによって変わってくる。私のさっきの話じゃないですけど、催眠状態、あ私はダメだと思ったら私はもうねずっとネガティブな感じになってたわけだし、うん、食べ物も環境も全部等しく同じく自分の体に影響を与えてるんで、同じく大事なんですよ。それが毎年サイクルが場所が変わっていくので、今年はそういう意味ではすごく動きを入れてほしい。面倒くさがらずにいろんなところに出かけてほしいんですよ。休みの日があって今日一日寝とくかっていう日があったとしても、ちょっとでも出かけてほしいんですよ。でそういう時にこそ出会いがあったりだとか何か気づきがあったりするんで、動けば動くほど今年はいろんなチャンスに恵まれる、うん、どう付き合っていくのがいいのかはなんかやっぱり話し合いっていうかで、なんかね分からない、自分がダメだにしてしまったらもう諦めてしまうけれども、あ私ってそういう人なんだって、じゃあコミュニケーション取らないといけないんだねっていう、うん、私こう思うからっていうことを言うだけでも違うんですよね。向こうには分かってないから、多分こっちの方が何歩も先に かなり先に飛んでってるんですよ。会話が今ここで一緒に話してる会話のめっちゃ先まで行ってしまってるんで、多分会話が結構成立してないんですよ。特に大切な人に限って余計にね、余計に、うん、で五黄土星っていうのがあの、まあ、どっちかって言ったらこう なんていうんですかね、まあ、リーダーシップ取るようなこうリードしていくタイプなんで、そっちに憧れている分、まあ、自分で主導権を取ろうと思ったりもするから、そういう意味ではこう本当に相手とどうコミュニケーションを取っていくかっていうのは課題、まあ、自分の良さを理解してくれる人を選ぶっていうことと、でこういうことがあるから何かあったら言ってほしいって言ってちゃんとコミュニケーションを取り合う。で相手によって変わってくるから、ちょっと今架空やから喋れないけど、もし具体的にいたらその人との関わり方っていうのはまた、言えるのは言えるけどね、うん、言ってるものが違うから、そうなんです、うん、そうなんです。だから その人に対して言うことと、じゃあそのもし彼氏がいて、その彼氏にとって、じゃあ石原さんってこんな人だから、こういうふうに思ってたらいいんだよっていうことは、こちらサイドから言えることと、こっちからサイドっていうことはまたちょっと逆なんで、そういうこともされてるんですね。だからご夫婦とか家族とかってすごい思い込んでるけど全然違うんですよ。